d n a ドラフト1位の渡来隆起外野手21が約1ヶ月ぶりに一軍に復帰した。セ・リーグでは史上初となる開幕戦から2試合連続本塁打の鮮やかなデビューを飾ったが、打率2割3分1輪3本塁打、11打点と徐々に苦しみ、5月16日に出場選手登録を抹消された。イースタンリーグでは打率3割2分4輪1本塁打、 8打点とアピールし守守備では中堅も守っていた三浦監督はこの日改善できつつある部分もある「ここがゴールじゃないですから初めてのファームでいろいろ経験しながらやってきてもらいました」と話した。